みなさんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校四年生の理科雨水の行方の内容ですこの動画では皆さんに考えてほしいときに一時停止して考えてみましょうというアナウンスが流れますその時は動画を一時止めて指示されたことについて考えをまとめましょう 考えがまとまったら動画を再び再生し次に進みましょう今回の動画はこの単元の最初の動画で作った問題雨水は地面に染み込んでいくのかについて確かめます今回の動画は教科書86ページからの内容です教科書を開けましょう 今回の問題は、雨水は地面に染み込むのだろうかです。皆さんはどのように予想しますかここで一度動画を止めて、あなたの考えをまとめてみましょう。まとめ終わったら動画の続きを見てください。 グラウンドには水たまりができてしばらくそのままです。ということは水たまりのところでは水は染み込んでいないんじゃないかと思います雨が降った後にグラウンドに水たまりができている時でも砂場には水たまりができているのはあまり見たことがない。ということは地面によって水が染み込みやすいところと染み込みにくいところが。 あるんじゃないかと思いますということは皆さんの予想は土に水は染み込んでいかないのではないかということとグラウンドと砂場のように地面の様子によって水の染み込む速さが違うのではないかという2つにまとめられるかと思います。今ままででの経験ををもとに予想を立てられれしたねそれでは 今回はこの予想から水が土に染み込んでいくのかということと地面の様子によって水が染み込む速さは違うのかについて調べていきましょうまずはグラウンドの砂と砂場の砂の違いを見た目や手触りで比べてみましょうそれぞれの粒はとても小さいので 虫眼鏡を使うといいですね。次に、図のような装置を作って、水が染み込む速さを比べてみましょう。内側のコップには、穴を開けておきます。その中にティッシュを敷いて、その上に土や砂を入れます。そして、そこに水を注ぎます。 水の染み込む速さの違いを確かめてみましょう。 さて、実験の結果はどうでしたか土と砂を比べました。粒の大きさは、土の方が小さく、砂は大きかったです。手触りは、砂の方がザラザラしていました。土はサラサラでした。そうですね。手触りは、人によって感じ方が違うので、 粒の大きさの違いが感じられれば大丈夫です水が染み込む速さはどうでしたか土に比べて砂の方が早かったですそれでは表にまとめてみましょう土と砂では粒の大きさや 水が染み込む速さが違うことがわかりましたそれではこれらの結果から考えられることはどんなことですかここで一度動画を止めてあなたの考えをまとめてみましょうまとめ終わったら動画の続きを見てください 考えはまとまりましたか土も砂も注いだ水が下のコップに出てきたので雨水は地面に染み込んでいると思います土よりも砂の方が早く水が下に出てきたので雨水は地面の粒の大きさによって染み込む速さが違うと思いますそうですねそれでは今回は 雨水は地面に染み込むのだろうか、を学習のテーマにして進めてきました。今回の学習で分かったことは何ですかここで一度動画を止めて、あなたの考えをまとめてみましょう。まとめ終わったら動画の続きを見てください。 考えはまとまりましたか今回分かったことは、雨水は地面に染み込んでいるということです。水が地面に染み込む速さは、土の粒によって違うということです。教科書89ページを開けてください。そこに水なし川と 地下調整地について書かれていますまずは説明の文章を読んで大切だと思うことを書き出してみましょう水の梨川は普段から水の量が少なく雨の降らない日が続くと川の水は見えなくなりますこれは川底に水が染み込みやすいためです 私が大切だとと思ったここは、この3つです。神田川は三鷹市の井の頭池から善福寺川妙正寺川などと合流し隅田川へ流れていく川です川底がコンクリートでできているところが多く水が染み込みにくくなっていますそのため一度にたくさんの雨水が流れ込んだ時川の水が溢れることが多くありました そこで、右のような施設を作り、川の水があふれる被害を少なくする工夫をしています。私が大切だと思ったことはこの二つです。このように、今回学習したことが実際の生活に役立っているんですね。今回の学習はここまでです。今回の学習で初めて知ったことや、大切だなと思うことはどんなことですか あなたの考えをまとめてから学習を終わりにしましょう。それではさようなら。